で、あの池田文化会館っていうのが見えてからの俺が入ってくるみたいな。パン、パンでお願いします、パンで。はい、皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃助です。今日は大阪池田市の池田市民文化会館やってきました。今年の7月に開催される関西ハムフェスティバルの説明と場所決めの抽選会ですね。たくさんの方に、ライセンスフリーラジオね、PR できるようになるべくいい場所を、まあ、抽選するの僕じゃないですが確保したいと思います。それではももチャンネル行ってみましょう。そのままカーハムの盛り上がりにもなります。ぜひですね、皆様にもご協力いただきたいな、カーハムを盛り上げていただきたいなというふうに思っております。日曜日は本日が決まっておりますのでよろしくお願いいたします。それから国外出展フリーマーケット会場の車両入場は、2日間とも、8時半から会場へ誘導。117番、118番、119番、120番。50番、51番。52番、トミーより行っちゃう。はい、え、おお、これっすね、これこれ。くじ運悪い説覆された覆した。モグスケさん、今回は大金星でしたね。そうなんですよ。3番、あのくじ運悪かったはずなんですけど、まあ、3枚も引いたらさすがに1枚ぐらいは数じゃ当たるか。ということで今回のポイントはあそこですね。あそこ、あの一番会場の奥、ちょうど起動部隣なのかな。はい、はい、ということで7月16、17日の関西ハムフェスティバル、池田市の池田市民文化会館で FLRM クラブ2016のブースで皆さんをお待ちしております。ぜひお越しください。チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。